はい15日にですね仕事を辞めましたスーパーの仕事で早朝トラックから荷物を引き取ってそれぞれの部門農産畜産水産素材デイリーという部門に持っていく仕事でした開店前のレジや地層ドアなどを用意する仕事もあり配置した自分の部門の荷物を荷分けを,をし商品棚に並べていくという仕事ですその他に私の場合はですね商品のポップの作成を毎日10点以上ほどしました まそれ以外にですねと荷物を入れていた籠や台車などを片付けたりするため、えー、そのため店内と事務所を何度も往復することになりました走ったりしていたので体力仕事になっていましたこうしたことが一通り終わると今度はあの発注業務があるわけですね、えー、発注をするんですけれどもまあ、時間がなくてですね一連の仕事で給水をする暇もなくてですね 休憩時間が退勤時間の30分前になるということも決して珍しいことではありませんでした早朝の出勤もですね4五5 0分前から仕事を始めていたことをそれが常態化していてですねもうただ働きが当たり前になっていました時給換算すると700円台という状態でした失職した理由は仕事がきついからではなく各部門からの集団のつきまとい行為を受けて 退職しました関わった人間はあ先ほど数えてみたんですけども全部で22人おりまして全ての部門からつきまといの行為を受けました特にですね仕事を直接教わっていた女性2人もですねつ,、えー、つきまとい行為に加担していたことが分かった時には結構ショックでしたねまあ、こうした人たちの中にはですねあのレジ応援の放送が店内に流れることがあるんですね忙しくなるとレジの応援に行かなくてはなりません しかしですね、つきまといはするくせに、レジ応援ははいいいかないんですね。まあ、そういう人も中にはいました。こうしたつきまとい行為はですね、まあ、かつての職場である、えー、東京の西多摩方面の郵便局、あと静岡県内の PFI 方式の宿泊施設、 PFI というのはプライベート・ファイナンス・イニシアチブの略なんですけれども、まあ、要はですね民間の資金力それから技術力を使って公共の施設を管理していこうという方式で、まあ、要は半官半民の経営でやっていくそういう事業所ですね、まあ、そういうようにですね郵便局や宿泊施設の事業所でも同じような付きまとい行為をされたのでそのスーパーで始まった時はですねすぐに分かりました ですのでですねこうした事業者で考えられる復讐というのはですね一つだけでしたね仕事を一生懸命覚えてですね何でも任せられるようになってそしてタイミングを見て退職するということでしたこれぐらいしかですね対処する方法がなかったわけですかつてブログでも書いたんですけれども集団で嫌がらせをすると罪の意識が分散するので罪悪感というのがなくなるわけです 一人一人の行動自体は大したことがないのでこれは、えー、なおさらですね罪悪感なくみんな協力するわけです。イヤが首謀者で何を言われてそういう行動をとったのかがいまつ分かりません。はい、というわけで本日の車両通行台数は23台航空機は0でした。